お疲れ様。ねえ、そのイヤリングってさ、あそこのステージ照明ってすごかったわね。今日のマリーのウォーキング見た？なんであんな風に回れるのよ。テスティスのメイクさんってね。ねえ、知ってる？リアンって実はね。私、伊沢美優。新宿のスタジオ4っていうファッションスタジオでデザインの仕事をしている。もっともまだまだ駆け出しのデザイナー1年生。今のところ先輩の腕を一生懸命に盗みながら地道にアクセサリー的なアイテムデザインをさせてもらっている。特に勘の良さ、勘っていうか第6感、いわゆるインスピレーション、それも桁違いに鋭いインスピレーションをどういうわけか生まれつき持っている。何せちょっと集中すれば大抵のことは察しがつくし、調子がいい時には未来予知らしきことだってできちゃうんだから、我ながらなかなか大したもの。その特技のおかげで、自分で言うのもなんだけど、私この業界では新人の割には結構いい線をいってるんだ。そして今日のコレクション、実は私の記念すべきデビュー賞なんて言ってももちろん私のステージだったわけじゃなくて、賞アイテムの中に自分の作品が初めて使ってもらえたってことなんだけどね。それでもこれってやっぱりすっごく嬉しかったりするんだ。あそこにいるのが本日のコレクションの主役、矢作陽先生。陽矢作といえば今やパリコレクションの代表選手でもあり、常に第一線で精力的な活動を続けているトップデザイナーとして、その名を世界に轟かせている。その守備範囲はプレタポルテからオートクチュールまでにとどまらず、専属のモデル集団とスタイリストチームを結成して舞台演劇、各種イベントなどありとあらゆるジャンルにまで幅広く及んでいる。スタジオ用の主催者でもあり、私たち若手デザイナーを中心として実験的なカジュアルブランドリオを設立したのもこの人。先輩の話では、最近どこぞの映画プロダクションから専属スタイリストとしてリオのスタイリストチームがご指名を受けたとか。で、そんなファッション界の大スターたる先生のコレクションに私みたいな新参者がタッチできたっていうのは、これって信じられないくらいラッキーなことなのだ。もっともこれもすべて私の特技のなせる技なんだけどね。だってわかるんだもの。モデルさんがあるコスチュームやアイテムを身につけた時、周りの人たちにどんな風に感じ取られるのかってことが、つまりそのモデルさんを見た人の受ける印象ってものが私には事前になんとなく分かってしまうわけ。これって結構すごい裏技でしょ。でもこの特技、一応みんなには内緒にしている。怖がられちゃうのよね。心を読まれそうな気分になるらしくて。それにこの力ってあまりいいことばかりでもないしね。ホテルのラウンジバーを借り切ったパーティー会場は様々な人種ですっかりあふれかえっていた。マスコミを一切シャットアウトしてるとは言っても、さすが年2回のヨーコレクションとだけあって、有名どころのデザイナーやジュエリーハウスのオーナー、カメラマン、スタイリスト、色とりどりのモデルさんたちがまるで花畑に集う蝶の群れのように、気ままに戯れては言葉を交わし、グラスを傾け笑いさざめき合っていた。ヨーコレクションにはいわゆるトップモデルと呼ばれる人たちも結構歩いてるので、こうして眺め渡してみるとなかなかに壮観だったりするんだけど、その4分の1近くの人たちがスタジオ用のモデルスタジオに所属してるっていうんだから、まったく恐れ入っちゃう。例えば彼女なんて、パリコレやミラノでは必ずお呼びがかかるスーパーモデルで、世界でも5本の指に入ると言われる人なんだけど、彼女も用のモデルスタジオに所属していて、私とはもう4年近くの付き合いになるんだ。マリー高峰。
エキゾチックな大胆さとセクシーな魅力がたっぷりのメキシカンハーフ。モデルさんたちの例に漏れず、見事なオカルト進行派で、いつもタロットカードを持ち歩いてたりする。世界中の神話とか伝説とかにとても詳しくて、なんだか最近はマヤだかインカだか、とにかく中南米の古代文明にすっかりハマってるらしい。根っから明るくって派手好きなムードメーカー。私たちの中では姉御肌で、みんなからとても好かれてるんだ。マリーと対極にいるようなモデルさんも当然いるわけで、彼女山野辺唯という。身長的に不利でワールドクラスのトップモデルではないんだけど、国内ではコマーシャルフィルムやムックなどを中心に圧倒的な人気を誇っている。どちらかといえばアイドル的な存在で、主にティーンズのファッション情報誌なんかで親しまれているらしい。3年前のヨーコレクションでデビューした時、マリーとペアで歩いて以来、不思議とこの2人仲が良くって、今日は来てないけど、もう一人リサっていう、これもまた可愛らしいモデルさんと私との4人でよく一緒に遊びに行ったりしてるんだ。実は今日のコレクションの打ち上げ旅行と称して、また旅行に行こうっていう話も最近持ち上がってるところ。後でユイともその話しなきゃいけないんだけど、なんだか人に酔っちゃったみたい。やっぱり疲れてるのかな、クラクラする。ヨウ先生にも挨拶して、今日は早く引き上げさせてもらおうっと。ユイ、元気してた？ミユ、久しぶり。あ、ねえ、聞いた聞いた。さっきマリーに言ってたんだよね。
は吉祥寺の駅前をちょっと外れた場所にある。とてもモダンな喫茶店で、場所的にも都合がいいので、私たちは結構よく待ち合わせの場所として利用しているのだ。いらっしゃいませ。お久しぶりですね、ミユさん。彼、喫茶フェリクスのマスターで河野俊という。見ての通り、とにかく整った綺麗な顔立ちをしていて、加えるに優雅な物腰、男性とは思えないほどの繊細さ、後ろで束ねた長髪の柔らかさ、そしてほのかに漂うミステリアスな香り。彼目当てで通ってくる女子大生は後を絶たず、日頃男性モデルを見慣れているはずのモデル仲間たちですら、マスター目当ての常連客だって言うんだから、全く驚き。どうかしましたか？リサさんは先ほどからお待ちですよ。奥の部屋です。あ、はい、どうもありがとう。はい、ミユ、ヤッホー、ご無沙汰。ひょっとして結構なったりした？ううん、そんなことないよ。それよりミユ、コーディネート素敵ね。相変わらず。この服すごくかっこいい。そう？ありがとう。リサもそのからよく似合ってるじゃない。着こなし方ずいぶん上手くなったわよ。本当に？ミユに褒められると嬉しいな。あ、それから今日ね、マリーも後から来るって言ってた。あの、ごめんね、急なことで。ああ、そうなの。別に全然構わないわよ。それにほら、旅行の話も出るんならマリーもいた方がいいって。うん、そうね。あ、噂をすれば。はい、ガリメです。ねえ、リサたち来てる？これはこれは、今日は大繁盛ですね。10時間ぶりのご無沙汰。昨日あの後大丈夫だった？ダメよ、もう先輩に捕まっちゃって完全に沈没。慣れないカクテルなんて飲むんじゃなかった？リサ、どうして助けに来てくれなかったの？そうよ、たまに私が歩いたんだから。嘘、昨日のコレクションマリー歩いたの？ああ、それなら見に行けばよかった。何よりさ、あなた知らなかったわけ？うん、最近雑誌のお仕事が多くてスタジオに顔出さなかったから。じゃあ、ユイとか来てた？ひょっとして。来てた来てた。そうなんだ。ああ、なんかショックだな。ね、最近お仕事の方どうなの？うん、もう相変わらずだよ。ちょっとした雑誌のお仕事がほとんど。でもこのシーズンってね、私デニムとかってあまり着させてもらえないから、ちょっと寂しいの。そうでしょうね。でも今年ってまたクラシックカントリーとかがよく出てるじゃない？あれなんかはリサの適役でしょ。それに見たわよ、ほら、この間の白泉堂のポスター、ちょっとアダルトでよかったじゃない？あの香水のやつでしょ。あれはね、実は結構気に入ってるんだ。カメラマンの人が新人さんなんだけど、とってもよかったの。その人最近あちこちで見るんだよ、グラビアの撮影とか。はは、昨日はそのアモールと会いびきだったか。バカ、昨日は渋谷で撮影してました。シルクコレクションの。シルクコレクションってあのフランスのメーカーが出てきてるやつ？そう、メサージオータムコレクション。もちろんステージじゃなくてムックの方のモデルだけどね。
でもすごいじゃない。でも早くああいうステージ歩けるようになりたいな。大きいお仕事ってやっぱりやってみたいもの。大きい仕事って言えばさ、知ってる？ヨウのスタイリストチーム。あ、それ聞いた。あの映画の話でしょ？そうそう、確かシャティオーンとか言ったっけ。うちみたいなスタジオにスタイリストをチームとして依頼するのってものすごいレギュラーな戦法らしいね。ヨウ先生すごく喜んでたわよ。それにほら、リーンが主演俳優の専属に抜擢されたでしょ。高野優也でしょ。知ってるよ。私実はファンだったりして。リサってばそうなの。うん、だってすごくかっこいいじゃない。リーンとあの人って同じ高校だったんでしょ。羨ましいな。週刊誌に載ってたわよね、確か。あの秘めた恋再びみたいな腐ったタイトルで。そういえばミユってリーンの後輩だとか言ってなかった？え？うん、そう、私の一年先輩。じゃあ、ひょっとして高野優也も？知ってるわよ、もちろん。っていうか、うん、まあ。おっと、ミユ、怪しいぞ。やだな、そんなことないって。昔からほら、リンとユウヤさんって仲良かったもの。いいなぁ、学生時代知ってるなんて。あの人ってすっごくプロポーションいいもんね。ああ、うちのモデルクラブに入ってくれないかしら。そうすればリオなんかでも歩いてもらえるのにな。ねえ、そういえばリサってこの間のジュエリーコレクションに行ったんだって。あ、ジュエリー秋の展示会でしょ。うん、マリーとユイと3人で行ってきたの。あれってミユも行ったんでしょ。それがね、実は見てないの。本当に？じゃあ、あの時誘えばよかったかな。それはいいんだけどね、別に。ただほら、ちょうど昨日のコレクションの準備とか重なっちゃってて、なんだかざわざわしてるうちに終わっちゃってたの。悲しかった。よかったわよ、とっても。秋って台車のトッピングがすごく独特で素敵なのよね。そうなの。それに今回は大物が入ってて、なんだっけ、あのエメラルド、緑幻想でしょ。見たかったのよ、それ。すごかったぞ。ほんまに？それにね、今回はもっと大きな収穫もあったのよ。実は下の階の展示ブースでね、オルメカマヤ文明の催し物があったの。あ、それユイから聞いた。もう最高だったわ。巨石人頭像とかね、遺跡の完全復刻模型とかね。あれはすごかったね。なんだか圧倒されちゃったもの。あ、そういえばリサもなんか最近危ないんじゃないかってユイと話してたんだ、昨日。なにそれ。私はただ最近見た夢とね、そっくりなパネルがあったからびっくりしちゃっただけで。それもっと危ないって。夢って何の夢見たの？多分前の日に見たドキュメンタリーかなんかの影響だと思うんだけど、あのね、大きな高原があってね、向こうに山が見えてるの。それでその高原に建物があって、広場みたいなところに柱がいっぱい立ってるの。
建物ってピラミッドみたいなの？よくわからないんだけど、ただそれにそっくりな写真があったのよね、イベント会場で。だからあれは空来席だって。でも私空来席なんて知らないもん。わからないわよ。表層意識で知らないつもりでも、ひょっとしたら真相部の記憶としてあるのかもしれない。マリー、お願いだからリサのこと染めないでね。あら失礼ね。染めようなんて思ってないわよ。この子には天性の素質があるの。やだそんなの、おっかない。おっかなくなんてないわよ。だって次のリオコレだってテーマはメソアメリカでしょ。数知れぬ文明の栄枯盛衰、古代と超文明の混沌と融合これってロマンよ。そういえばリオにはリサも出るのよね。うん、私ミユの服着るの楽しみだな。もうデザインを始めてるの？ほんの数点、ラフのラフみたいな感じでならね。なに、ミユってもう想定モデル作って描き始めてるわけ？もうってあと半年もないんだけど。私リオにはウェアデザインだけじゃなくていろいろと手を出すから結構厳しいのよ。それに今回のはリサからの逆指名だもん。そうなの、リオってこういうことができるの自由だよね。やっぱりヨウ先生って好きだな。まあよしあしだけどね。でも完全に一つのスタジオ内でできるっていうのは確かに魅力かもしれないけど、もちろん実験的って意味でね。そうね、それはあるよ。一つの大きな修行場みたいなもんだもんね。でもマリーみたいな超売れっ子もきちんと歩くのよね。考えてみると結構すごいな。私だって修行中だもの。それにうちのモデルハウスってトップモデルの先輩たちが多いでしょ。リサみたいにいいライバルも多いし、洋絡みのコレクションで歩こうと思ったらほんといいライバルといい先輩に磨かれるからね。それに今回マリーは特に熱が入ってるもんね。当然よ。だからこそきちんと自分の中でイメージをまとめたいし、テーマの本質もしっかり見極めておきたいの。だから舞台となる歴史の地にはちゃんと足を運んで空気を体で感じ取ってこなきゃいけないのよ。わかったわかった。何言ってるのよ。ミユだってそのテーマでデザインするわけでしょ。だったら風土性の取材くらいはしておかなくちゃ。うん、だから私も旅行に行くってば。パスポート生きてるし。ブラボー。じゃあチケットは私が手続きしとくわ。ねえちょっと待ってよ、それってどこに向かっていつ立つわけ？それにビザは？行き先はメキシコ、立つのは今月末くらいかな。ある程度決まったらまた連絡するわ。ビザに関しては不要、観光で行くだけだから。メキシコ入国にはツーリストカードだけで十分、それも飛行機の中で配られるはずだから心配はいらないわ。さて他に何かご質問は？とりあえず OK。 また連絡あるんでしょ？もちろんするわ。それじゃあ私は次の人に伝えに行かなくちゃいけないんだけど、お二人さんはこれからどうするの？次の人って？ユイよ。可憐な姫君のもとへいざ参上。ねえ私久しぶりにミユの家行きたいわ。リオコレのラフデザインとか見せてよ。そうね、せっかくだもんね。オーライ、それじゃあとりあえず店出ましょうか。マスターにはお名残惜しいけど。
また連絡するから。マリーも来ればいいのに。他にも今日は野暮用があってね。残念だけど、また。わかった、またね。ユイによろしく言っといて。オッケー、それじゃ。パリコレだってもろにそんな感じじゃなかったっけ。そうだね。とりあえず次の目標はリオのウォーキングかな。ミユのラフやっぱりとっても素敵。楽しみにしてるからね。それにしても旅行の話って結構急だったわよね。私なんか聞いたの昨日が初めてよ。私だって似たようなものよ。マリーって昔からホロスコープとかタロットとかそういうものすごく好きだったけど、最近はなんかすごいよね。まさかマリーが古代文明マニアになるとは思わなかったな。でもね、今度の旅行は結構楽しみなんだ。実はおじいちゃんの家が近くなの。え？リサもあの辺の血が入ってるの？一応私って世界で一番クォーターに見えないクォーターだもん。確かにそれもまさか中南米だなんて思ってもみなかったわ。マリーも確かあの辺よね。お母さんがそうなんだって。とりあえず次の目標はリオのウォーキングかな。ミユのラフやっぱりとっても素敵。楽しみにしてるからね。ねえ、メキシコ行くのって予防接種とかいるのかな。確かいらないって聞いたよ。あ、でも水がひどいみたい。高級ホテルでも水道は危ないって言ってた。じゃあミネラルウォーター必携だね。中学の時の友達がね、旅行中にそれこそメキシコシティに立ち寄ったらしいんだけど、ジュースに入ってる氷でお腹壊したって。その子のホテルが外れだったのかもしれないけど、でもなんだか本当にひどいみたい。うわー、そうなんだ。覚悟してかなきゃ。メキシコって私のおじいちゃんもいるし、マリーも近くにお母さんがいるっていうし、なんだかみんな里帰りするみたいだね。ねえ、話変わるけどさ、リサってマリーみたいなオカルト信仰ないよね。何言ってるのよ。あるわけないじゃない。私
本当にああいうの弱いんだから。だよね。だってほら、ジュエリー秋のイベント会場で。だからあれはドキュメンタリーかなんかの番組の影響なんだってば。だって私別にマヤとかそういうのあんまり興味ないもん。ただすごいなとは思うけどさ。そうよね。あーよかった。私ユイから話聞いた時びっくりしちゃったもん。リサが見入られたように遺跡のパネルに食い入ってたなんて言うから。そんな食い入ってなんかないよ、ユイってば。もうオカルトってよくわからないけど、ミユってさものすごく勘が鋭いでしょ。え、何？それにすごくセンスいいじゃない。アイテムのトッピングとかヘアメイクの指示とか。普段ミユってそんな風に見えないから、あれも一種のオカルトなのかな。何よそれ。確かに昔から勘はいい方だけどね。でもそれだけだよ。勘が冴えてるのってそれ十分すごいよ。私なんかとろいから。勘が鋭い人って尊敬しちゃう。羨ましいな。うん、そうでもないんだけどね。勘がいい勘、確かにそうなんだけどね。でもこれって結構嫌な時もあるんだから。分かりたくないことが分かっちゃったり、そのくせ一番知りたいことは絶対に分からなかったり。なんでこんな変な力持って生まれてきちゃったんだろうとか思う時もあるんだけどな。リサ、ちょっと待ってて。でそう言った。マリーが殺されたと。電話を切った私はそのままリサと一緒にスタジオ用へと急いだ。信じられなかったんだ。彼女がついほんのさっきまで一緒にフェリックスで話していたマリーが今はもうどこにもいないなんて。間違いかもしれない。まだちゃんとしたことはわからないんだから。そうリサには話したけど、でも私には分かってもいたんだ。自分の勘が告げる確かな事実が、目をそらすことのできない残酷な現実の姿が。
ほらね、リーさん、オカルト的に勘が強いのっていいことばかりじゃないんだ。だって救いようがないもん。どんなに自分が何かを信じ込もうとしても、わずかな希望に望みの糸をつなごうとしても、疑う余地のない現実の姿が見えちゃうんだから。そういう心の支えが持てないのって辛いよ。こういう時、それってすごく残酷だよ。失礼します。スタジオの中は人もまばらで、皆一様に疲れ切った顔をしていた。きっと今頃他の人たちは忙しく走り回っているのだろう。警察とのやり取り、マスコミへの対応、情報の整理、家族への連絡、時期が時期だけにやるべきことはそれこそ無数にあるに違いない。あ、美優ちゃん、大変なことになっちゃったのよ。水木さん、あのマリーが死んだって。さっき警察から連絡が入ってね、2時間ほど前、中央公園の裏の方で冷たくなって変死だって。中央公園ってここのすぐ近くじゃないですか。ああ、何でもゆいちゃん今日マリーと会ってたんだって。彼女今日ここでフィッティングの予定あったから、マリーと一緒に新宿まで来て、で途中で別れたらしい。事件その直後なわけだろ。彼女かなりショックだったみたいだ。私たちも今日午前中マリーと会って話したんです。旅行行こうねって、みんなでメキシコに行こうねって、そう言ってたのに。リサちゃん、あなた顔色真っ青よ。隣で少し休んだ方がいいわ。乃木さん、お願い。はい。乃木さんにすがりつくようにして、リサがドアの向こうに姿を消すと、森山さん、少しほっとしたようなため息をついて私の方に向き直った。ゆいちゃんは野沢チーフが家まで送ってった。すごい興奮状態でちょっとヤバい感じだったから、とりあえずあんたの家に電話させたんだけどね。いや、まさかリサちゃんが一緒だとは思わなかったから。あの二人お互い脆いところが同じだから、今一緒にするわけにはいかんだろう。リサちゃんまでユイちゃんのヒステリー状態に巻き込まれちまう。はい。でね、ミユちゃん、ちょっとこの話リサちゃんには聞かせたくなかったんで席を外してもらったんだけど、マリーの死体がね、変だったんだ。え？まず体が異常なまで冷たかったらしい。詳しいことはよくわからんが、いや、それよりももっと奇妙なことに、血が抜かれてたらしいんだ。血が？ああ、少なくとも現場から赤い血は発見されなかったらしい。そんな顔で見ないでくれよ。俺だって聞いたことを喋ってるだけなんだから。ただ気をつけておいてほしいのは、結局マスコミなんだ。今回の事件あまりにもオカルト的だろ。それだけがちょっと気にかかってね。はい。まあそんなに気にしないでくれ。ただ一応伝えとこうと思っただけだから。そう言って森山さん、タバコに火をつけると黙り込んでしまった。マリーの死体は生前の彼女らしく、とてもオカルティックなものだったらしい。ユイと別れたほんの数十分後に殺され、そしてすぐに発見されたマリー、その体は冷たく血は抜き取られていたという。どういうことなんだろう。マリーは誰にそんな目に遭わされたというのだろう。一体なぜ、どうやって。
翌朝、私は部屋中に降り注ぐ爽やかな日差しに向かって小さくため息をついた。昨日、あの後リサを自宅まで送り届けて家に戻ると、私はさっさとベッドに潜り込んでしまった。でも、というか、当然というか、素直に寝つけるわけもなくて、頭の中で森山さんの話とか、マリンの後ろ姿とか、最後に交わしたセリフとか、そういったものがごちゃごちゃになって、結局眠りについたのは東の空がようやく白み始めた頃だったのだ。だからそんなに寝たわけじゃないんだけど、不思議に寝不足という感じはしなかった。それよりも私は、なんていうか、ドキドキしていたんだ。どうにもじっとしていられない、お腹のあたりがムズムズする、そんな興奮。昨日マリンを見送った時に感じた不吉な予感をもっと大切にしていれば、私がマリンを引き止めさえしていれば、ひょっとしたら今度の事件は防げたのかもしれない。そう考えると、とてもじっとなんかしていられなかったんだ。オカルト好きだったマリー、彼女はなぜ殺されたんだろう。なぜマリーだったんだろう。私は今どうしてもそれを知りたかった。平日の午前中、ほんの一時人の流れが途絶えた繁華街の中を、心地よい初夏の風が鮮やかな緑の香りをほのかに匂わせながら優しく通り過ぎていった。人気のない街って、どこか夢の中のような微妙な非現実感が漂っていて、なんだか不思議な感じがする。さて、これからどうしようかな。昨日結局ユイとは会えなかったし、あの後どうだったのかも気になる。それに森山さんから聞いた気味の悪いマリンの死因の件も頭から離れてくれないし、とりあえずどこかに行ってみようとは思うんだけど。マリンの家は杉並の片隅にある。周りを多く緑に取り囲まれたリゾート地のような環境に静かに佇んでいるマンション。私はプラタナスの並ぶ小さな並木道の下を抜けて玄関のガラス扉を押した。あ、すいません。実はちょっとした事件がありまして。失礼ですが、高峰さんをご存知ですか？ええ、友人です。事件のことも知ってます。あ、そうでしたか。どうもお気の毒でした。申し訳ないんですが、現在調査中ですので、何かご存知のことなどあるようでしたら、署の方までご足労願えないでしょうか。あ、はい。では部屋には今入れないんですか？ええ、申し訳ありませんが。そうですか、わかりました。申し訳ありません。まだ部屋への立ち入りはご遠慮ください。私はマリーの部屋を後にすると、再び初夏の暑い日差しの下に戻った。フェリクスの扉には準備中の札がかけられ、鍵が閉まっていた。マスターどこに行ったんだろう。この時間に買い出しに行くっていうのも珍しいと思うんだけどな。ユイのマンションは私の家の意外と近くにある。少し大きな通りに面したマンションで、駅からの交通の便はユイのマンションの方が絶対的にいい。バスを降りてから歩いてほんの1分弱、私は青空を背景に高くそびえるマンションを眩しく眺め上げると、玄関の階段をゆっくりと上った。
スにもいなかったし、また用にでも行ってるのかしら。まだいない。本当にどこに行っちゃったんだろう。私はユイの部屋を後にすると、再び初夏の暑い日差しの下に戻った。フェリクスの扉にはまだ準備中の札が出されたままだった。私は再びマリーのマンションを訪れた。鍵が開いてる。ってことは、さっきのマリーさん、すぐに帰ってくるつもりなのかな。気をつけなくちゃ。部屋の中を見て、私は呆然とした。昔、一回だけリサたちとここに遊びに来たことがある。でもその時は、ごく普通の、そりゃちょっと派手めではあったけど、モダンな女の子らしい部屋だった。それがまさか、まさかこんな風にマリーが部屋を変えていたなんて。いくらオカルトや古代遺跡に傾倒していたからって、これはちょっと異常だ。棚やテーブルの上に置かれた奇妙な彫り物、それはどうやら昔の神様か何かを形取ったものらしかった。いくつか私も知ってるものがある。今度のリオコレクションのために集めた資料の中で見たんだから。あれは多分中米の古代遺跡に残されていた彫像のミニレプリカだと思う。それにしてもなんて数だろう。こんなにたくさんの彫像に囲まれていたら、私なんてとてもじゃないけど夜眠れないと思う。マリーは平気だったんだろうか。テーブルや棚の上に置かれているたくさんの彫刻はみんなどこか不気味な感じで、少なくともそのうちのいくつかはどうやら中米の古代文明に関係するものらしかった。壁一面に引き伸ばされた遺跡の写真、あれがリサの言ってたやつかな。密林ではなくて埃っぽい山肌のようなところに石の建物が並んでいる。巨大なピラミッドの形は少なくともエジプトのようなものではなくて、台形のブロックを何層か重ねたような形をしていた。額のプレートにはテオティワカンと書いてある。テオティワカン、それがマリーの夢中になってた中米の遺跡の名前なんだろうか。壁一面に引き伸ばされた写真には朽ち果てた建造物の姿が写されていた。周りは密林ではなくてどこか山の上みたいな感じで、写真に添えられたネームプレートには小さくテオティワカンと刻まれていた。テオティワカン、それがこの遺跡の名前なのだろうか。読書家だったマリーは一人暮らしの女の子にしては結構大きな本棚を持っている。前来た時は外国文学や星占いの本などがびっしりと詰め込まれていたんだけど、でも今は歴史書や神聖自然学、古代文明に関する膨大な量の専門書籍がそこを埋め尽くしていた。一体彼女はこれだけの本を集めて何を知ろうとしていたんだろう。中南米の宗教、民話伝承、暦の謎、象形文字、そういったものを知ってマリーはどうするつもりだったんだろう。マリーの本棚には古代文明に関するオカルティックな専門書がぎっしりと詰め込まれていた。
そこには古代の暦や宗教、それに魔術的な儀式に関する書籍なんかもあって、どこか気味が悪かった。私はマリーの部屋を後にすると、再び初夏の暑い日差しの下に戻った。あら、ミユじゃないの。久しぶり。ディーン、どうしてこんなところに。ちょっと用に行くついでがあってね。久しぶりにマスターに会おうかと思って寄ったんだけど、でもお留守だったみたい。で、あなたは？ユイが家にいないんです。それでてっきりフェリクスだと思ってたんですけど。ユイがいないの？ええ。昨日の今日ですから、どこかに遊びに行ったってこともないと思うんですけど。昨日の件ご存知ですか？ええ、マリーのことでしょ。聞いてるわ。そういえばユイが最後に一緒に行ったって言ってたわね。ええ、それであの子すごくショックを受けたらしくて、私も昨日寮に行ったんですけど、すれ違いでユイと会えなかったんです。だからちょっと心配で。そう。まあでもあの子の性格からしてふらふら出歩いてるって可能性は低いわね。それこそ用にでも言ってるんじゃないの。どう、私はどうせ行くついでだし一緒に行きましょうよ。ええ、でも。あら、何か他に用事でもあるの。いえ、別にそういうわけじゃないんですけど。ならいいじゃない。そんなに避けないでよ、私のこと。そんな避けてるなんて。無理することないけどね。でもちょっと付き合ってよ。あなたに少し聞きたいことがあるし。あ、はい。じゃあ行きましょうか。あの、その額のサークレットどうされたんですか？これ気になる？あ、いえ、ただなんか面白くて素敵だなって。ありがとう。この間メキシコに行ってきた時ちょっとね。あ、メキシコ行かれてたんですか？ええ、別に大した用はなかったんだけど、なんとなく私たちも今度メキシコに行こうねって話してたんです。いいとこよ。少し誇りっぽいけど。ねえ、それよりあなた最近どうなの？仕事の方は。そうですね、相変わらずです。あ、でも一昨日のコレクションで陽先生にアイテム使っていただいたんですよ。アイテムってあなたのデザインした？はい。でも本当に小さなアイテムなんですけど。そんなことは関係ないわ。かえってその方が私たちスタイリスト以上にトータル的なデザインセンスを要求されるんだから。でも頑張ってるのね。はい、なんとか。それよりも今そちらのお仕事の方は？そうね、今は映画関係の仕事をやってるわ。やりがいあるわよ。映画会社から委託されて、私は一俳優の専属スタイリストっていう感じになってるんだけど。まだ聞いてない？知ってるかな、シャティオンっていう映画。その主人公役の人なんだけどね、高野くん。あの、演劇部だった人よ。はい。
本当、私も久しぶりに会ったんだけど、彼変わってないわよ。昔のまんまでね。私も個人的には嬉しいんだけど、何せ相手が相手なもんで、週刊誌がうるさくってしょうがないのよね。ま、優也がしっかりしてくれてるから随分と助かってはいるんだけどね。そうですか。あ、もうなんでこんな話題に振っちゃったんだろう。リンと優也さんの話なんかしたくなかったのに。でも変ね。本当に知らなかった？優也の映画のこと。いえ、知ってましたけど。やっぱりね、あなたらしいわ。なんでそうなの？いい加減にしてよ。いつまで純情ぶってれば気が済むの？もうすぐ二十歳にもなるんでしょうに。わからないの？あなたのそういう態度が優也をどれだけ縛りつけてるのか。悲劇のヒロインもいいとこだわ。私は何も知りません。リーンと彼のことなんか知りませんとでも言って、うちに帰って一人で泣いてみるつもりだったの？優也の気持ちなんか考えたこともないんでしょうね。そうやって昔から自分を少女漫画の主人公に仕立てて満足してたんだから。そんなこと、そんなことないです。嘘。本当に優也のことが好きだったんなら、なんで優也を避けるようにしたりしたの？なんで優也から逃げたの？だって優也さんなんかが私のことを本気で思ってくれるなんてないし。それも嘘。違う。違います。そう言おうとして言えなかった。なぜならそれは本当だったから。私は怖かったんだ。学校で彼と会うたびに、彼と話すたびに、それは嬉しかったけど、優也さんは私を、本当の私を見てくれる自信がなかったんだ。私の力、不気味なほど強い感、他人の持つ感情を察することのできてしまう力、本当の感情なんていう、できれば他人には見られたくないような部分を見ることができてしまう。そんな力を持った私を知ったときに、彼は今まで通りでいてくれるんだろうか。ひょっとしたら、もうそばにさえ近寄ってくれなくなるんじゃないだろうか。それが不安で、怖くて。私はずっと臆病なまま、優也さんと接していたんだ。言葉を交わすたびに、目を合わせるたびに、自分と優也さんとの距離がもっと縮まることを心の片隅で願いながら、同時にそのことをひたすら恐れてもいたんだ。ま、いいけどね。結局はあなた自身の問題でしかないんだから。そうでしょ？はい、すいません。変わらないのね、あなたって。本当に昔から羨ましいわ。え？何でもない。ねえ、話は変わるけど、あなた、マリーの話聞いてる？ええ、多少は。最近あの子、確かに変だったわ。急
急に変なものに凝り出したり、占いとか古代宗教とかに夢中になったり。ええ。ねえ、あなた、赤くない血って知ってる？え？透き通った血、ぼんやりと光る血液って本当にあるのかしら？光る血液、知らない？ええ、そうよね。ごめん、忘れて。それって何なんですか？夢よ、夢の話。夢？そう、くだらない夢だわ。気にしないで。失礼します。一体どういうことなの？リーン、あ、ミュウちゃんも。何？どうしたんですか？大変なんだ。ユイが殺されちまった。なんですって？それがわからないのよ。さっき警察から連絡があって。もう何なのよ、一体どうしちゃったっていうの？とにかく連絡しなくちゃ、急がないと。だって変死なのよ、変死。これって連続殺人事件よ。殺された？ユイが？あの子が殺されたってどういうこと？変死？マリーみたいに？どうして？ユイがどうして？そんなことって、そんなバカなことって。その後どうやって家に帰ったのかよく覚えていない。でもあの時森山さんが叫んだ後、その場にいた人たちがみんな何かをわめき出して、確かリーンが叫んだような気がするけどよく覚えてない。ただ気がつくと私は一人で自分のマンションの前に立っていた。真っ暗な部屋に明かりを灯して、いつもの習慣で留守番電話をチェックする。一件、誰か入れてるの？うん、これはきっと陽先生。多分今日のことについてだろう。あ、もしもし、高野です。高野優也、覚えてるかな？お久しぶり。さっき雪原さんから電話があって事情を聞きました。その俺何もしてあげられないんだけど、君は昔からそんな強そうに見えなかったからちょっと心配してます。また連絡するから、とにかく頑張って。それじゃあまた。信じられない、電話、ゆうやさんからだ。どうして？雪原さん、リーンが電話したって。でもどうして？リーンはゆうやさんと一緒にお仕事してるんだから電話連絡なんて当たり前だろうけど、でもわざわざ私にゆうやさんが電話してきてくれるなんて。私がゆうやさんに初めて会ったのは高校の文化祭の時だった。私の所属していた美術部が演劇部から小道具やら美術監督やらの手伝いを頼まれたことがあって、その時ゆうやさんは演劇部の部長をしていたんだ。
当時にしてもうその才能を予感させるほど彼は学校中のアイドルだった。私はそういう話に疎かったから噂くらいしか知らなかったんだけど、それでもゆうやさんと初めて口を聞いた時、彼の瞳の輝きをふと垣間見た時、この人何なんだろうって思ったんだ。とても不思議な、私にとっては初めての衝撃だった。それからのことはよく覚えてないんだけど、何かっていうたびにゆうやさんがいろいろと私のことを気にかけてくれるようになったことは覚えにある。彼に声をかけてもらうたび、取り巻きの女の子たちから凄まじい目で睨まれたけど、それでも私は最高に嬉しかった。そして気づかないうちに、私の中でゆうやさんはもうどうしようもないほど大きい存在になっちゃって、それで、でも私は何も言えなかった。ゆうやさんとの距離が近づけば近づくほど自分の持つ力が疎ましくてならなかった。人の感情が分かる力なんて、こんな変な超能力みたいなものなんてなくなってしまえばいいと思ってた。そうこうしているうちに彼は卒業して、あっという間に私の手の届かないところに行ってしまった。高野優也、人の心を絡め取り瞬時にして魅惑する大ペテン師。彼は芸能界への出現と同時に全ての人々を虜にしてしまった。今世紀最大の大スターとどんな評論家たちも口を揃える男。私は彼が好きだった。本当に切なくなるほど大好きだったんだ。しばらく悩んでから私は受話器をあげた。昔聞いたゆうやさんの電話番号、多分通じないとは思うんだけど。はい、高野です。ただいま外出しております。申し訳ありませんが、ご用件とお名前を発信音の後にお伝えください。折り返しこちらよりご連絡差し上げます。ありがとう。電話嬉しかった。私本当に本当に嬉しかった。ありがとうゆうやさん。次の日の朝、陽先生から電話があった。疲れ切った声で、これからのことを話したい、そう言った。事件のことは今までのところ必要以上に公表はしてないけど、でもこういう噂っていうのは瞬く間に広がってしまう。陽先生には好奇の目とあらぬ陰口が今四六時中つきまとっているらしい。辛い思いをしてる。でも犯人はまだ捕まっていないし、二人が殺されたわけだって誰も本当のところを知ってはいない。本当に突然、何の前触れもなく二人は私たちの前から永遠に姿を消してしまったのだ。数時間後、私は陽先生との約束より少し早めに家を出て、フェリクスの扉を開けた。どうしてっていうわけもないんだけど、ただなんとなく今マスターに会いたかった。昨日私がフェリクスを訪れた時、マスターはいなかった。普段はそんなことないのに昨日に限っていなかった。だからどうっていうことはないのかもしれないけど、私はそのわけを知りたかった。マスターの話を聞きたい。聞かなきゃいけない。その時、私の勘が心のどこかでそう告げていたんだ。
そう、その所見に間違いはないんだね。わかりました、ありがとう。あ、いや、もう結構ですよ。あ、お客さんだ。それじゃあ、ええ、またお願いします。どうも、ご苦労様。はあ、申し訳ありませんでした。いらっしゃい。今日はお一人ですか？うん、今朝陽先生から電話があって、今から行くとこ。そうでしたか。陽先生も今大変な時ですからね。ねえマスター、聞いてもいいかな？何ですか？昨日私何度かここに来たんだけど、いなかったよね。どこ行ってたの？昨日ですか？嘘を言っても始まりませんが、ユイさんと一緒でした。途中まではね。ユイと？ええ、マリーさんのことで相談を持ちかけられました。ユイさんとは彼女が学生の頃からの付き合いですし、会っていたのはすぐそこの公園ですよ。ねえ、それって何時頃？ミユさんの聞きたいことは大体わかりますけどね。ユイさんと別れたのは11時過ぎ頃だったと思います。その後は仕入れをしてから店に戻っていました。私が陽に行ったのは12時過ぎだったの。そこでユイのことを聞いて。ユイさんはその後人と待ち合わせがあると言っていました。図らずも私が最後に彼女と話した人間になってしまったんですね。ちょっと待って、11時過ぎに待ち合わせって、じゃあその相手が犯人じゃない？時間的に考えて誰か別の人と会ってその後で殺されたってことはまずないわけでしょ？私はそうでないと信じたいですけどね。どうして？だってミユさんもやはり犯人は誰かって気になりますか？当たり前でしょ。でもミユさん、この事件は普通じゃないんです。誰が殺した、誰が殺されたと単純に割り切って考えられるものじゃない。どういうこと？ミユさん、マリーさんの死因について聞いていますか？ええ、その血が、赤い血がなかったって。公式には体の血が抜き取られていたとされています。でもそれは違います。違うって？私の友人が検察医の解剖検査結果を調べてくれました。検視の結果、遺体の血管中には液体が存在していたそうです。存在した液体は透き通り、そして暗室においてはほのかな光を発すると。透き通って光るの？つい今さっきユイさんの検査結果の確認が取れたばかりです。結果はマリーさんのものと全く同じでした。リンパ球、白血球、血小板、血小成分、液体中から検出されたタンパク質をはじめとする成分組成は明らかに一血液のもの。ただし赤血球を構成する分子構成だけが何らかの変質を遂げていると。つまりこれは人の血から、ただその中の一成分だけが未知の発光物質に入れ替えられたものである。それが現代の医学によって導き出された結論だそうです。待ってよ、血
ともわからない。どういうこと？マリーとユイの血がとにかく変化してしまったってこと？でもどうやるのよ。どうやって人の血なんかを別のものに変えられるの？それも病院とか実験室とかじゃなくて昼間の公園なんかで。マリーさんは最近中米の遺跡、特にテオティワカンに傾倒していたことはご存知ですよね。ええ、昨日マリーの家にも行ってきたわ。すごかった。マリーがあんな風に部屋を変えていたなんて。確かに最近の彼女は異常でした。少なくとも普通の人ならば、あそこまで狂気じみたオカルトにただわけもなく傾倒することはないはずです。それにユイさんも近頃は変な夢をよく見ると言っていました。ユイが？ええ、最近山の上にある広い遺跡の夢を見ると、そしてそこでは人が神に変わるのだ。山の上の遺跡。おそらくそれもテオティワカンのことでしょう。テオティワカンとは人々が神へと姿を変容させる土地という意味だそうです。ユイさんは同じことを言っていました。どういうこと？わかりません。ただ殺された二人の共通点を考えると、二人とも同じ時期に同じ遺跡に見せられていた。そうですよね。ええ、でもそれは。文献を調べてみたのですが、似たようなことを記した古文書があるんです。もし汝の目が一つに統一されるなら、汝の全体は光で満たされるだろうと。目の統一とは五感の統合を意味します。そしてそれはその人間の精神レベルが極端に昇華した時にのみ確認される現象として伝えられている。テオティワカンという遺跡は残酷な生贄の儀式を執り行っていたことで有名なんだそうですね。彼らは血の中にある生命、俗に言われるプラーナを、何か大きな出来事が起きるたびに神に捧げてきたのだそうです。そして当時はそのプラーナを多く含む血筋というものが存在し、自然生贄として選ばれる血族といったものが出現したのだとか。しかしなぜ神々はプラーナを必要としていたのでしょうか。プラーナは生命の源です。ひょっとしたら神々は自分たちが必要な時、エネルギー源としてのプラーナを人々に求めていたのではないでしょうか。儀式の一人は神官が神の命を受けて決定していたのだそうですから、神々はきっと我々が食事をするのと同じように。何を言いたいの？ミュウさん、もしもテオティワカンの暦が彼らの魂が今に生きているのなら、今年は神々の復活の年にあたるのだそうです。神々の復活という大イベントは彼らにとってさぞかし重要な儀式であることでしょう。ミュウさん、もしもそれが、その復活の儀式が今行われているのだと考えてみればどうでしょう。神々に捧げられる生贄は身を清められ、何らかの手段によってプラーナレベルを高められるのだそうです。プラーナの上昇とは精神の昇華、すなわち目の統一を意味します。つまり光で満たされた体とは生贄たちの姿に他なりません。もしも復活の儀式のために今生贄たちが選ばれているのだとしたら、
古の神が次なる世界に君臨するため、長き眠りの時代より覚醒せんと生贄の血を求めているのだとした。それがあの子たちだったっていうの？わかりません。しかし。やめて、そんな話聞きたくない。そうですね、すいません。ちょっと私もどうかしているのかもしれませんね。私は混乱していた。わからなかった。なんでマスターがこんな突拍子もないことを言い出したのか、どうしてあの子たちを生贄だとかそんな風に言うのか。確かに今度の事件におかしなことはいっぱいあるけど、だからってどうしてマリーやユイが昔の神様の生贄なんかにならなきゃいけないわけ？大体その神って何なのよ？復活の時とか儀式って何なのよ？どうしてそれが私たちに関係あるの？どうしてそんな夢物語みたいな話をマスターは真剣な顔で私に言うの？そういえばミユさん、スタジオの方、時間はいいんですか？そうね、うん、行ってくる。どうぞ気をつけて。皆さんによろしくお伝えください。うん、それじゃあ。ミユちゃん、ミユちゃん、聞いたか、リーンの話。スタジオの中は騒然としていた。混乱に満ちた、ただごとではない緊迫した空気。何？何が起きたっていうの？森山さん、リーンって彼女がどうかしたんですか？大変なんだよ、それが。いいわ森山くん、私が言うから。伊沢さん、あなたまだ聞いてないのね。チーフ、私聞くも何も、リンが一体どうしたって言うんですか？さっき警察が来てね、彼女が逮捕されたって言うのよ。マリーとユイの殺人容疑者として。逮捕？リンがですか？私たちも信じたくはないんだけど、昨日ユイの殺された公園で、あの時刻リンが彼女と一緒にいるのを目撃した人がいるのよ。もちろんそれだけじゃなくて、リンのバッグの中に凶器とおぼしき刃物があってね、反応を調べたらユイとマリンの血の痕跡が発見されたんですって。そんなことって。私もよくわからないのだけど、少なくとも今リーンが拘留されているってことは事実なの。そんな。ああ、ミユちゃん、私から呼び出しておいて大変申し訳ないんだが、今日はこのまま自宅で待機していてくれないか。何か状況の変化があったら真っ先に知らせるからね。すまないが、よろしく頼むよ。よう先生。ミユちゃん、私たちにも状況がよくわからないんだ。リーンが犯人だとは思いたくないんだが、昨日ユイはリーンと会う予定になっていたらしいし、事実二人が会っている現場も目撃されているんだ。ユイがリーンと会う約束を？ああ、その時の時間から見て、ユイと話した最後の人物がリーンであることはまず間違いあるまい。どんなに小さいことであろうと、少なくとも何かを知っている可能性はあるんだよ。リーンが…でも…そんなことって…ミユ…リーンはユイと会う約束をしていた。それもユイの殺された公園で。でもそれじゃあ、ユイがフェリクスのマスターと別れた後に会う約束をしていた人って…リーンってことになるじゃない。マスターは知ってたんだろうか。
ってたに決まってる。だからさっきフェリックスで変な言い方をしたんだ。その人が犯人だとは信じたくないって。でもそれじゃ本当にリーンが犯人なんだとしたら。ミユ大丈夫？あなた急にぼーっとしちゃって。あ、平気です。すいません、なんでもないんです。とにかく今日はお戻りなさい。何かあったら連絡するから。はい、すいません。いいから気をつけて帰るのよ。はい。夜になって、私はようやく今日あったことを冷静に考え始めることができるようになった。あの後、楊先生から一度だけ電話があって、どうやらリーンがマリーとユイを殺したってことは間違いのないことらしかった。それでも例の透明な光る血についてはどうにも説明のつけようがなくて、警察も頭を抱えているらしい。彼女が二人を殺したんだろうか。確かに物的証拠は十分すぎるほどに揃ってるらしいけど、でも落ち着いて考えてみると奇妙なことはたくさんある。まず全く思い当たらないのが彼女の犯行の動機。そしてもしも昨日彼女がユイを殺したのだとしたら、その時の凶器をなんでバッグに入れっぱなしにしておいたりしたんだろう。普通だったら凶器なんて真っ先に隠すか捨てるかするんじゃないだろうか。少なくとも丸一日以上、それも血の跡をつけたままでバッグに入れっぱなしなんてことはしないと思う。そうすると考えられる可能性は、彼女はバッグに凶器が入っていることを知らなかったのか、それともわざと見つかるように凶器を持ち歩いていたのか。どちらにしても決して尋常なことではないわけだし、普通じゃないといえばもう一つどうしても不思議なことがある。それはリーンがユイを殺害した直後に私が彼女と会って喋っているということなんだ。あの時彼女は全くもって冷静で落ち着いていた。人を殺すことを何とも思ってないプロの殺し屋さんならともかく、普通の女の子が人を殺しておいて何ともないわけない。表面上そういう風に取り繕うことはできたとしても、私の勘が相手の本心を見抜いてしまう以上、私がそれに気づかないなんてことはないはず。でもそうすると一体誰が。どうしてこんなことになっちゃったんだろう。どなた？こんな時間に。リサ？ごめんね、こんな遅くに。ううん、私は構わないけど。でもどうしたの急に。あのね、ミユ、
かっちゃったの。マリーとかユイとかのこと、あの子たちみんな殺されちゃったの。みんなね、生贄にされちゃったの。生贄って何？どういうこと？フェリックスのマスターから何か聞いたの？いいえ、マスターとは会ってないし、話なんかしていないわ。それよりもねえミユ、あなた、マリーが最近の古代文明に凝っていたこと知っているでしょう。リサはどこか夢を見ているかのような口調で話し始めた。この間スタジオ用で別れて以来会っていなかったけど、一体どうしちゃったんだろう。こんなにも感情の欠落したリサの声初めて聞いた。なんだかとても怖い。マリーだけじゃなくて、ユイも最近遺跡の夢を見るって言ってたわ。みんな誘われていたのよ、中米の遺跡に。だからこそ行こうとしたんだわ。あなた気がついた？今度の事件に関係している人たちってみんな一緒に旅行に行こうとしていたメンバーなの。ほら、今度のメキシコ旅行を提案したのは誰だったか覚えてる？珍しく遺跡なんかに興味を持って積極的に参加したがっていたのは誰だった？あなた、みんな呼び覚まされていたのよ。時が近いのよ。間もなく時が訪れるから。だからみんな神へと変容する土地へ向かったの。血族の魂は今で集合しつつあるわ。すでにも二人は先に行ってしまった。予言されしクマーハの復活は時を迎え、秘められし血族の儀式によって成就されつつある。そして古の宿命は遥かなる転生を経て今まさになされんとす。リサ、あなた、リサ、リサ、一体どういうこと？どうしちゃったっていうの？生贄ってマスターも同じこと言ってた。血族って何？宿命って何？あなた何が言いたかったの？もう訳がわからない。あなた本当に、本当にリサなの？一体、何があったっていうの？何だろう。何かが起きてるんだ。マリー、ユイ、リサ、リーン、私の周りで何かが起きてるんだ。リサ、この子は何を言ったんだろう。私をからかってるわけじゃ決してない。でもだとしたらさっきのは何だったんだろう。生贄、
族いざなわれている。旅行に行きたがってた人たち、メキシコの遺跡に行きたがってた人たち、マリー、ユイ、血族が集う生贄の儀式、遺跡、テオティワカン、確かメキシコシティに一番近い遺跡。どうしたらいいんだろう、今私はどうしたらいいんだろう。テオティワカン、そこに何があるって言うんだろう。心の中で、私の胸の奥で、その時誰かが叫んでいた。行かなきゃ、見てこなきゃって。そこに行けば何かがわかるのかもしれない。みんなが誘われた場所に、テオティワカンに今何かがあって、そしてそれが私たちを呼んでいるのだとしたら、私はそれを見てこなくちゃいけない。それに応えなければいけない。どうしてかそんな気がしてならなかった。いつもの勘とは違う、もっと強い絶対的な呼び声が私の体の中を駆け巡った。行こう行こう、テオティワカンへ、人が神へと変わる場所へ、みんなが導かれたその地へ。そうすれば何かがわかる、今までわからなかった何かが、今まで解けなかったパズルがきっと解ける。そうだ、行くんだ。私は行ってやるんだ。誰かが来いと言うのなら、私の勘が行けと言うのなら、行くわよ、行ってやるわよ。待ってる者が何であろうと私は許さない。何であろうと誰であろうと、そいつのせいで私たちがこんな目に、こんな辛い目に遭わなきゃいけないなんて、絶対に許さないから。それから数日後、私は楊先生に頼んで休暇をもらい、日本を離れる準備を整えた。リーンが留置所からいなくなって現在行方不明だという話も聞いたけど、不思議と驚きはしなかった。もしも彼女が私の考える通りの存在なのだとしたら、私にはまた彼女の行き場所もうすうすと分かるような気がしたのだ。そしていよいよ出発を明日に控えたその日、私はフェリクスのマスターを訪ねた。ああ、ミユさん、いらっしゃい。メキシコに行ってきます、明日。突然ですね。なんでまた。私も見たんだ、夢みたいなの。テオティワカンに行かなきゃって、その夢は言ってた。マスターが前言ってた儀式の生贄って、血族によって決められるものなんだってね。だからこの事件、マスターの言ったみたいにすごく不思議で不気味なものなのかもしれない。でもひょっとしたら違うかもしれない。私には何もわからない。でも何もできないでいるのは嫌なの。もしも私がその血族の一員なんだとしても、何もしないで生贄になんか絶対になってあげない。テオティワカンに来いって誰かが言うなら行ってやる。生かされるんじゃなくて私から行ってやるの。行ってどうするつもりですか。わからないわ。でも行きたいの。みんなには言ってあるんですか。出発の日とかは伝えてないけど、一応楊先生もこんな事件の後だけど逆にいい気分転換になるんじゃないかって思ってくれたみたい。そうですか。リサさんは。リサは私と一緒。彼女すごく怯えてるわ。自分も殺されちゃうんじゃないかって
だからどうかとも思ったんだけど連れてくつもり。そうですね、彼女にはついていてあげた方がいい。うん。それから役に立つかどうかわかりませんが、これも。何？私なりに調査した今回の事件に関するファイルです。お持ちなさい。マスター、どうしてこんなもの。私の悪い癖なんです。何にでもすぐに首を突っ込むというのは。でも今回の件についてこれ以上関わることは、ただの推理マニアである喫茶店の一主人にとって荷が重すぎますから。私にできることといえばこれくらいなんです。それには手置き和歌に関する資料も入っています。少しは参考になると思いますよ。うん、ありがとう。ミユさん、本当に気をつけてください。この事件はミユさんも気づいている通り尋常なものではありません。断定こそできませんが、何か超常的な事象が絡んでいるとみて間違いないでしょう。仮にそうだとして、それがなぜこのような形であなたに関わってくるのか、残念ながら私には分かりませんが。うん、ありがとう。気をつける。じゃあマスター、私そろそろ。行ってらっしゃい。リサさんにもどうかよろしくお伝えください。必ず二人とも元気で帰ってきてください。はい、行ってきます。次の日、私とリサはメキシコシティへと向かう飛行機に乗り込んだ。空港のロビーで私はユウヤさんに電話を入れた。次にユウヤさんに会うときはなんだか違う私になっちゃってるんじゃないかって、そんな気がして、せめてこの間のお礼を言いたくて、それで電話をした。でもというか、やはりというか、受話器の向こうで答えてくれたのはこの間と同じ留守番電話のメッセージと機械的な発信音だけだった。ありがとう。胸の内で私はそう言った。優しくしてくれてありがとう。私がもっと強ければ、もっと勇気を持っていれば、今この瞬間ひょっとしたらあなたと喋ることができていたかもしれないのに。ごめんね。好きだったよ、あなたのこと。本当に大好きだったよ。思いは言葉にはならなかった。そしていつの間にか電話は切れていた。私はただ受話器を握りしめたまま、リサに声をかけられるまでそこに立ち続けていたんだった。